早速ですが、今回は、ロシアが、千島列島に、地対艦ミサイルを配備したとの情報をキャッチ、詳しく見ていきますね。ロシアも、ウクライナ侵攻をするのか、しないのかギリギリのところまで来ています。中国と今では、同盟をちらつかせていますが、一番裏切るのはロシアかも、しれませんよ。北方領土も、話が進まないしね。2021年12月2日、ロシアは、カムチャッカ半島に続く千島列島の一島である、マトゥア島、日本名は、マツワ島に、新たに、K300P バスチオンピーチ対艦ミサイルを配備したと公表。同地域の沿岸防備を強化してる。すでに、千島列島の島では、2016年に、北方四島の一島である、択捉島にも、この K300P バスチオンピーチ対艦ミサイルは配備されており、今回のマトゥア島への配備で、カムチャッカ半島に至る、千島列島全域をカバーする。狙いがあるのだろう。もともと、ロシアは、2011年の段階で、千島列島への K300P バスチオンピーチ対艦ミサイル配備の方針を打ち出しており、くしくも、その方針通りに、択捉島に続き、今回のマトゥア島への配備を行いある、意味有限実行を果たしたとも言える。K300P バスチオンピーチ対艦ミサイルは、2010年以降に、ロシアと東欧のベラルーシとが共同開発した兵器であり、最初の実戦配備は、2015年のクリミアから行われており、翌2016年にはシリアにも配備されている。この時シリアへ配備された K300P バスチオンピーチ対艦ミサイルは、その名称が示す地対艦攻撃のみにとまらず、対地目標物に対する攻撃も可能であることを見にて証明しており、汎用性の高い兵器であることが伺える。K300P バスチオンピーチ対艦ミサイルは、超音速の地対艦ミサイル P800 オーニクスの発射塔を搭載した車両、指揮管制用車両、ミサイル運搬車両、支援車両の4種の車両群によって運用される形態を採用している。P800 オーニクス発射塔搭載車両には、2発の同ミサイルを搭載可能で、ミサイル運搬車を複数用意することで、ミサイル本体の補給を行い、連続で運用することが可能な兵器システムを構築している。P800 オーニクスミサイルの射程距離は、高度2万メートルを、マッハ 2.5 で飛翔させ、目標物の直前で落下させる場合で約 300km、当初より、低高度を、マッハ 1.6 ほどで飛翔させた場合には、約 120km と目されている。スプートニク氏の、2016年の記事によれば、当時のロシアの国防大臣は、プーチン大統領に対し、K300P バスチオンピーチ対艦ミサイルは、洋上で約 350km、地上で約 450km 以内の目標を攻撃可能だと説明したとされる。このように、K300P バスチオンピーチ対艦ミサイルの射程距離に関しては、目標物が洋上か地上か、また、飛翔コースを、高高度か、低高度とするかによって、ばらつきはあるものの、おおむね 300km 以上は確保可能なようだ。今回 K300P バスチオンピーチ対艦ミサイルが配備されたマトゥア島、すでに配備済みだった択捉島の2島から、半径 300km の円を描いた場合、千島列島を北部と南部とで、綺麗に射程内に収める状態となることが、予想される。これは、もともと K300P バスチオンピーチ対艦ミサイルが千島列島に接近しようとする、アメリカ軍の艦艇、大型の原子力航空母艦を中核とした空母打撃群や、上陸作戦を遂行する、強襲揚陸艦等の動きを抑止する効果を狙ったものと見て良いだろう。また、こうした戦術面での対アメリカ軍艦艇の接近阻止に加えて、潜水艦発射型の弾道ミサイルを搭載した、ボレイ型原子力潜水艦をオホーツク海に展開させるという、
ロシア側の核兵器戦略を支援する意味合いも大きいと思われる。ボレイ型原子力潜水艦は、水上排水量 14,720トン、水中排水量 24,000トン、全長170メートル、全幅 13.5 メートルの規模を持つ世界最大級の戦略型原子力潜水艦であり、2013年から現在までに4隻が就役、6隻が建造中とみられる艦だ。このボレイ型原子力潜水艦は、背面に16機の潜水艦発射型弾道ミサイル発射塔を装備しており、ここから 3M14 ブラバーと呼ばれている弾道ミサイルを運用可能で、これは最大10個の核弾頭を搭載し、およそ1万キロメートルの射程距離を持つ。戦後の日本の潜水艦隊の整備は、当時の旧ソ連のこうした戦略型原子力潜水艦による核攻撃を牽制するために進められ、対戦哨戒用のヘリコプター搭載型護衛艦等も、この封じ込めのために起とされた側面が非常に大きい。そのため、今回のマトゥア島への K300P バスチオンピーチ対艦ミサイルの配備は、2016年の択捉島への同ミサイルの配備に続き、海上自衛隊の水上戦闘艦にとっても、その行動範囲をさらに狭められたものだと認識すべきだろう。昨今は、尖閣諸島方面への中国の進出が著しく、こうした南西諸島方面への各自衛隊の対処が喫緊の課題とはなっているが、旧ソ連の崩壊以後一時期は、下火となっていた北方領土方面への備えも再度見直す必要がありそうだ。陸上自衛隊でも、こうした K300P バスチオンピーチ対艦ミサイルのような用途の兵器としては、人に、敷地対艦誘導弾の配備を進めているが、やはり、まず、南西諸島方面への対応が優先されており、北の備えは薄いのが、実情に見える。陸上自衛隊で、北方の防衛を担当する北部方面隊には、第一特科団として、第一から、第3までの対艦ミサイル連隊が置かれているが、装備しているのは、最新の人に、敷地対艦誘導弾ではなく、一つ前のは、地は地敷地対艦誘導弾である。8は、地敷地対艦誘導弾は、名称が示す通り、1988年から、配備が開始された地対艦ミサイルであるが、推定の射程距離は、最大でも 200km ほどと見られており、K300P バスチオンピーチ対艦ミサイルと比較すれば、半分強のリーチに過ぎない。しかし、射程距離という部分では、新型の人に、敷地対艦誘導弾でも、ほとんど延伸はされておらず、今、まさに、この改良型が、第一段階として、射程距離 900km へ、次に、1500km を目標に、開発が進められている。土壌にある。こうしたミサイル兵器の射程距離は、近年飛躍的に増加する傾向に拍車がかかっているため、日本が開発を終える頃には、ロシアや中国も、さらなる超射程化をした兵器を投入する可能性は高いが、人に、敷地対艦誘導弾の改良は、いずれにせよ急務だろう。こうした状況下、防衛省は、令和3年9月に、我が国周辺におけるロシア軍の動向について、と題する報告を公表しており、旧ソ連の崩壊以降軍備を弱めていた、北方方面での、ロシアの軍事力を分析しており興味深い。この報告によれば、旧ソ連全体では、1989年から1990年頃に、航空機9490機、艦艇数645隻、兵員数200万人で、ピークを迎えた後、2021年時点のロシアは、航空機1380機、艦艇数102隻、兵員数38万人と、大幅に減少しているとされる。しかし、2000年以降、世界的な原油価格の高騰から、ロシアも、経済的に立ち直りを見せ、軍の装備自体は、
これを背景に、近代化を推し進めており、2020年を目途に、70% を更新、対 GDP 比での 3% の軍事費を拠出しているという。2020年には、対馬、宗谷の両海峡を通過した、ロシア軍艦艇の延べ総数は、2010年と比べ、1.7 倍にも増加しており、再び、極東地域における、軍事的プレゼンスを拡大させる動きが明らかで、北方領土の返還など、全く眼中にはないようだ。